28日火曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図です。寒波の峠はようやく越え、西から冬型の気圧配置が緩みます。ただ北日本は引き続き冬型の気圧配置となりますので、日本海側を中心に積雪の増加に注意してください。それでは天気の移り変わりを見ていきましょう。北海道や東北の日本海側、そして新潟県内は雪の降りやすい天気です。ただ次第に降り方が弱まっていく見通しです。積雪急増した地域はご注意ください。一方、西日本の日本海側も天気は回復し、日差しが届きます。回復とともに雪解けが進みますので、屋根からの落雪や路面状況の悪化に注意が必要です。一方、関東など太平洋側の地域は穏やかに晴れる時間が長くなります。南西諸島は雲が優勢でにわか雨が心配です。詳しいお天気情報はスマートフォンアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご利用ください。